福チャンネルへようこそ。福西崇史です。今回はコロナの影響で J リーグやチーム選手が受けている被害について話したいと思います。チャンネル登録、いいね、コメントがあればぜひぜひよろしくお願いします。Gリーグが今コロナの影響で試合ができないと、そして延期再延期と、そして今は白紙という状況になっている。その中、僕もよく新聞を読ませてもらうんですけども、一つちょっと気になる記事が出てきたので、それについて話したいなと思います。試合ができずクラブも選手も苦しい金銭事情という、ね、記事があったんですけれども、まずこの記事の中で、まあ、コンサドーレの選手が報酬を一部返納したということが話題になってて、自分ならどうするかなっていうふうに考えたんだけど、相当な覚悟がいるんじゃないかと思います。これ選手全員で、まあ、話し合って決めたことですけれども、この返納っていうような話になったっていうのは、まあ、なぜかなっていうと、やっぱチームにねお金が入ってこないんです。こう試合がないと。じゃあなぜお金が入ってこないかというと、やっぱチームは J リーグの試合をして、まあ、チケット収入というところで収入を得ます。そして、まあ、グッズが売れたグッズ収入、そして、まあ、試合をすることによってのスポンサー収入、まあ、あと配分金や、まあ、もろもろいろいろあるんですけれども、まあ、まあチケット収入とかが、まあ、主ですかね。まあ、だからこそこの試合がないということでチームにお金が入ってこないということになるわけです。ただチームは収入がない中で支出はあるわけですね。チームの人件費、やっぱ選手に対しての人件費、そしてスタッフに対しての人件費、まあ、飲食店でもバイトの人たちや社員の人たちが働いてくれている分の給料を払うということになるんだけれども、やっぱ収入がないと支出ばかりが出ていくと、やっぱきつくなってくるっていうのが今の現状じゃないでしょうか。で、その現状の中で選手たちがじゃあ生活できるんですかっていうふうになった時に、選手の現状ですと、まあ、基本給というものは入ってくると思います。これ僕の YouTube でも話したと思いますけども、基本給と勝利給があって、まあ試合がないから勝利給はまずないでしょうね。で、基本給の中で生活をしていくわけですけれども、活躍している選手はいいかもしれないですけれども、活躍できない選手はもしかしたらこう今厳しいんじゃないかと、続けば続くほど厳しくなっていくんじゃないかというふうには思います。どうだろうな、もう去年の収入の半分とかになるのかな、もう3分の1になる可能性はあるんじゃないかと。まあ、選手はその生活の面もそうですけれども、成果を出すために、選手たちは試合をしなきゃいけない。ただ試合が今は白紙なわけです。いつ試合があるかわからない中でコンディションを上げていく、練習をしていくっていうのは相当のメンタルが必要ではないかなと思います。まあもやもやするでしょうね。こう例えば1ヶ月後に試合があるってなったら、まあ、1ヶ月に後に向けて、まあ、体を上げる、筋力トレーニングをする、コンディションの、いや、まあ、休憩休養含めて整えていくっていうことができるんですけど、ここのいつ試合があるかわからないっていうところを、もう決まってない中で練習をやり続けなさいっていうメンタルは大変でしょうね。これ僕も、厳しいだろうな。なぜしてるのかとか、またちょっと休めばすぐ落ちるじゃないかとか、いろんなことを思ってしまいますけれども、その中で練習をしていかなきゃいけない。そしてチームによっても一緒に練習をできるチームと、もう家にいて自宅でトレーニングするというチーム分かれてきてます。まあ、こういう差も出てくるでしょうし、家の中でやってるっていう中での工夫も出てきてます。リモート会議じゃないですけど、みんなで、インターネットつないで、そしてオンラインで、まあ、トレーニングをしてるっていうチームもあるわけです。まあ、みんながやってるからこそ自分もやらなきゃいけないっていう思いも出てくるので、すごいいい取り組みではないかなというふうには感じております。この状況を乗り切る中でまず選手たちがしなきゃいけないことというのは、一人一人が、まあ、サッカー選手である前に一人の人間だということで、みんなの健康が第一だと。そしてこの感染拡大を抑止していくっていうことがまず重要だと思います。
まあ、だからこそ選手たちも不要不急の外出を控えましょうということで SNS とかで発信したりみんな口でしてます。選手たちもものすごく気をつけてます。チームもものすごく気をつけてます。クラブハウスにいるときには筋トレルームを人数制限したりとかアルコール消毒したりとかそういう対策はチームを取ってます。その中でやっぱこのコロナの感染拡大を抑止していくためにはサポーターの皆さんと共にみんなでやっていかなきゃいけないと思っているわけです。一人一人の自覚がそして一人一人の行動がこの世界を救っていくんじゃないかなと。皆さんでこの困難を乗り越えていきましょう。もしよければチャンネル登録、いいね、コメントどうぞよろしくお願いします。それでは。